なんか映ってるんですけど、ちょっと待って、やっぱ一人で歩き怖い。はい、皆さんこんばんは、にゃんたチャンネルのにゃんた先生です。今冒頭で流した動画なんですけど、この前ねフィッシャーズさんが来られた、旧佐敷トンネルの方に行ってきまして、それで冒頭で見たオーブみたいなのがちょっと飛んでて、で、その時の動画で、もし声とか聞こえましたら、コメントの方くださいっていう風にちょっと、お伝えしてたと思うんですけど、で、それでちょっとコメントと、あと DM の方と、リアルの友達から何分何秒、ちょっと声が聞こえるよみたいなことちょっと言われたんで、その部分をですね、ちょっと編集して出しておりますので見てください。どうぞ。窓閉めたね。僕は前回編集の時全然本当に気づかなかったんですよ。で、一応まあ改めてこう編集してみて、まあ、確かにちょっと声っぽいものが聞こえるなと思ってですね、それでちょっと動画の方をカットカットしながら、出させていただきました。コメントくれた方、教えてくれた方、どうもありがとうございました。で、この旧佐敷トンネルの動画は概要欄の方に、リンクを貼りますので、また見られて、他にも奇妙なものが映ってたり、まあ、聞こえましたよっていう方がいらしたら、ぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。と、熊本県もね、まだまだ結構心霊スポットいっぱいありますので、そちらのね、撮影の方も頑張っていこうかと思います。あ、もちろん夜。今度は夜行きます。旧佐敷トンネルは、まあ、ちょっと一人じゃ無理ですけどね。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。バイバーイ。